みんな、こんにちは。前橋工科大学オンライン子ども科学教室へようこそ。前橋工科大学の工科総長です。夏休みもそろそろラストスパート。今年の夏は充実してますか？いっぱい遊んでる？宿題が大変？これからも楽しむときはとことん楽しむ、頑張るときはとことん頑張る気持ちを忘れないようにしましょう。そうすればみんなも工科総長みたいになれるかも。さて、第12回目のテーマは10円玉をピッカピカにしてみたです。今回の動画は社会環境工学科の地域交通計画研究室の学生さんが作ってくれました。今回用意するものはこれ。プラコップ、割り箸、綿棒、ティッシュ、いろんな液体だよ。液体は動画で出てくるもの以外でもいろんなものを用意してみてね。スライムを使いたいときは第4回のスライム作りの動画を参考に作ってね。準備はいいかな？それでは行ってみよう。レッツサイエンス。はい、10円玉をピッカピカにしてみたということで、今日担当するのは前橋工科大学地域交通計画研究室の片野です。よろしくお願いします。はい、もしかしたら、僕のことを、スライムの動画でも見たことがあるかもしれません。はい、では今日は10円玉をピッカピカにしてみたということで、そのタイトルの通り、10円玉をこちらの、調味料や、調味料などを使ってきれいにしていきたいと思います。はい、お金をピッカピカにしてお父さんやお母さん、友達をぜひびっくりさせてあげましょう。では早速実験を始めていきます。まずこちらにいろんなものがあると思いますが、左から水、炭酸水、オレンジジュース、お茶、レモン汁、醤油、お酢、洗剤、スライムとなっています。これ以外にももし試したいものがあるというものがあったら、ぜひどんどん試してみてください。はい、では早速入れていきたいと思います。順番に入れていきます。入れるときは静かに入れてあげてください。はい、入れました。はい、ではここから、ある程度の時間を置くわけですが、その後は野口さんという方にバトンタッチしたいと思います。それでは野口さん、よろしくお願いします。はい、ここからは野口が担当します。あれから一定時間が経ちました。ここから早速10円玉を取り出し磨いていきましょう。どれが一番綺麗になるでしょうか？ぜひ皆さん予想してみてください。では早速取り出していきたいと思います。取り出すときは割り箸などを使うと便利です。こちらが取り出した10円玉になります。では綿棒を使って早速磨いていきましょう。では磨き終わりました。並べてみたいと思います。はい、ここからは木下さんが説明を行います。では木下さん、お願いします。はい、それぞれの液体に入れる前の10円玉です。左上から水、炭酸水、お茶、オレンジジュース、レモン汁、下の段に行って、醤油、酢、洗剤、スライムです。入れる前は、どれも汚くて黒ずんでいますね。これが磨いた後です。皆さんはどの10円玉が一番きれいに見えますか？私たちは、この炭酸水と
オレンジジュースとレモン汁と醤油と酢が綺麗に見えましたね。その中でも酢が一番綺麗に見えました。実験結果です。で、まあ、なんで炭酸水やレモン汁に入れた10円玉っていうのは綺麗に見えたんでしょうか。この理由を知るためには、そもそもなぜ10円玉が黒く見えるのかを知らなくてはならないんですね。古い10円玉は新しい10円玉と比べると汚く見えますが、これは10円玉が錆びているからなんですね。ピッカピカの新しい10円玉があったとします。するとどうでしょう。この10円玉と空気中の酸素が近づこうとしました。そしてとうとう10円玉に酸素がくっついてしまいました。この状態を錆びると言います。10円玉に酸素がくっつくと、その10円玉っていうのは汚く見えてしまいます。10円玉が汚く見えてしまう原因は、実は酸素でした。覚えておいてくださいね。では、炭酸水、酢、醤油、オレンジジュース、レモン汁の中身を今度は見ていきましょう。キーワードは、ズバリ酸です。酸って何なんでしょうかね。酸とは酸っぱい味をもたらしたり、青色リトマス試験紙っていうのを赤くする性質を持っています。で、このリトマス試験紙っていうのは小学校6年生で習います。覚えとくと得なので、今のうちに覚えちゃってください。今回の実験にはどんな酸が含まれているのでしょうか。一つ目は酢酸と言われるものです。一番上ですね。これは酢に含まれています。真ん中。二つ目はアミノ酸で醤油に含まれます。アミノ酸は聞いたことありますか？最後のクエン酸っていうのは炭酸水やレモン汁、オレンジジュースに含まれています。では磨いた後の10円玉の写真をもう一度見てみましょう。確かに酸が含まれる液体、炭酸水とかオレンジジュース、レモン汁、醤油、酢には酸が含まれていましたが、これらの液体につけた10円玉は綺麗になっていますね。最後に酸が10円玉をきれいにする仕組みをお伝えします。酸が酸素にこのように近づいています。そして酸素はなんと酸に溶けてしまいます。10円玉にくっついていた酸素がなくなりましたね。10円玉が汚く見えた原因は、10円玉に酸素がくっついていたっていうのを皆様覚えていますか？その酸素が酸によって溶けてしまったので、10円玉はきれいに見えるんですね。これがまとめになります。洗剤よりも酢の方が汚れを落とすのは驚きではないですか？僕はすごく驚きました。これが科学の面白さです。伝わりましたか？皆さんも様々な物体で10円玉をピッカピカにしてみてください。これで終わります。
みんなの10円玉はピカピカになった？今回使ったもの以外にもお家にあるもので10円玉を磨いてみてね。何が一番綺麗になるかな、楽しみだね。今回も見てくれてありがとうございました。次回もレッツサイエンス、またねー。